礼します。長崎大学の寺島です。柴谷中学校さんの取り組みっていうのはこれまで、2つ紹介されてきたやはり小学校のような取り組みと少し違いまして、そのいわゆる中学校的な一斉指導の割合がすごく濃いという特徴であるとか、あるいは教科間先生間の壁がかなり高いという特徴があります。加えて、大阪の比較的、都市部にあるところで、今日お話にはなかったですけれども若い先生がすごく多い学校で、ベテランの先生方とどういう具合に調整していこうかというところがあります。これに対して、柴谷中学校さんはステップ1、2からなるいわゆるこう一斉指導の中できっちりやっていくタイプ、そしてその学びを広げていくステップ2という2つの学びで構成されているということ、そして授業の改善だけではなくてそれを改善しようとするプロセスそのものも研究の対象にかなり入ってきているという点で特徴的であると思います。そこで、まあ、1年と少し経ったその成果として出てきたところが、まあ、昨年度は一部の教科にとどまっていたところが、今年度の公開授業では全ての学級で公開するように至っているっていうところで、全ての先生、全ての教科の先生が取り組むという非常に前向きな姿勢を見せておられるところが1点目かなという具合に思います。2点目としては、どっちかというとここで今日報告されている吉田先生はすごくパワフルな先生で何でも積極的に全部されてきたところがあると思うんですけれども、それだけではなくて他にいろんな役割を担う先生、今日も来ていただいていますけれども、複数の先生で分担して一緒にそういう研究を先導していこうという姿勢も少し見られるようになってきたところがいいなという具合に考えます。で、3つ目なんですけれども、柴谷中学校の取り組み、特に外部との連携が、すごく良いところなのかなという具合に思っています。例えば iWork という ICT 機器を活用してどういう具合に授業をやっていくかなんていうことを自分たちの学校の中だけではなくて、周りの小学校であるとか、もちろん中学校もなんですけれども、そういうところと連携していたりですとか、あるいは、この柴谷中学校の取り組みは常に高槻市教育センターの先生方が見守ってくださっています。そういう意味でこの柴谷中学校の取り組みがだんだんと広がり、しかも、この1週間ぐらいだと思いますけれども、全教室にICT 機器が設置されるということで、今後、柴谷中学校はもちろんなんですけれども、高槻市内の学校への広がりが期待されるというところがあります。一方で課題も正直なところたくさん残されています。一つ目はやはり先生の入れ替わりが激しいので、授業の設計だとかそもそもの ICT の基本的な活用をじゃあみんなが今の段階できっちりできるかと言われると、これから少し頑張っていかないといけない面があるのかなという気がします。で、2点目は先ほど先生も言われていたようにエビデンスの部分ですよね。結局頑張ってやってるのはいつも通っている私からすると分かりますけれども、そこからそれを例えば高槻市であるとか全国の先生方にどういう具合にデータあるいは取り組みとして見せていくのかということがポイントになってくるだろうと思います。で、最後なんですけれども、ここの学校は授業だけではなくてそのプロセスあるいは組織開発も外部に公開していくっていうところが一つの特徴だと思いますけれども、そこのプロセスモデルっていうのがまだ皆さんに伝えられるぐらいにきちんとできていないところがあるので、それを実際に今までやったことでいいから情報を整理していきながら他の学校に還元していくっていうことがこの残り半年で求められることなのかなという気がしております。私からは以上です。